Spotify 上半期ランキング2 0 2 4 n o u アンダーライン e I の楽曲が2曲ランクインした理由を徹底解説 n o u アンダーライン e I のゴートとブローユヤーカバー、ファンがシェアし続ける理由とは n o u アンダーライン e I は音楽業界で目覚ましい成功を収めた新進気鋭のグループであるメンバーのユータ神宮寺、ユータ騎士、平野翔はデビューからわずか半年でその才能と魅力を証明し 多くのファンを獲得したこの短期間での成功は彼らの音楽の質とパフォーマンスの力強さを物語っている。2024年の Spotify 上半期ランキングでは No.11i の楽曲が国内で最もシェアされた曲のトップ10に2曲もランクインしたことがその証拠と言えるだろう。ファンからの支持は絶大で彼らの曲 GoTo と BlowYourCover はリリース後すぐに話題となり 多くの人々にシェアされ続けているこの2曲がランクインしたことはファンにとっても非常に嬉しいニュースであり彼らのコメントからもその喜びが伝わってくる毎日 Spotify で聴いているという声やこれからもシェアし続けたいという意見が多く見られるこのような熱狂的な支持は n ン I のメンバーが持つカリスマ性と彼らが届ける音楽の魅力を強調している 彼らの成功の背景には音楽業界での戦略的なマーケティングとプロモーション活動が大きく関わっているデビュー当初からナンバーアンダーラインアイは SNS を活用してファンとの直接的なコミュニケーションを図りその結果ファンベースを急速に拡大することができたまた彼らの楽曲はキャッチーでありながらも深みのある歌詞とメロディーを持ち多くの人々の心に響くものとなっている 特にゴートとブローユアーカバーは、その音楽性の高さと斬新なアレンジが評価されており、これらの曲がランクインしたことは決して偶然ではない。さらに、彼らのライブパフォーマンスも成功の一員である。ユータ神宮寺、ユータ騎士、平野翔は、ステージ上でのエネルギッシュなパフォーマンスと観客を魅了するパフォーマンスで、多くのファンを虜にしている。彼らのライブは、ただの音楽イベントにとどまらず、 一種のエンンンターテインメントショーとして多くの人々に感動を与えているライブのたびに新しいファンが増え彼らの音楽がさらに広がっていく様子はナンバーアンダーライン愛の持つ力を如実に示しているまたナンバーアンダーライン愛の成功は音楽業界全体にも新たな風を吹き込んでいる彼らの登場により多くの若いアーティストたちが刺激を受け 新しい音楽の可能性を追求するようになっている。ナンバー・アンダーライン・アイの音楽スタイルは、多様性と革新性を兼ね備えており、これが彼らの楽曲が広く受け入れられる理由の一つであると言える。彼らは、既存の音楽の枠にとらわれず、常に新しいものを取り入れ、自分たちのスタイルを確立している。今後のナンバー・アンダーライン・アイの活動にも大いに期待が寄せられている。 彼らはすでに次のアルバムの制作に取り組んでおり、ファンはそのリリースを心待ちにしている。また、国内外でのツアーも計画されており、これまで以上に多くの人々に彼らの音楽を届けることができるだろう。ナンバーアンダーライン愛の成長は、まだ始まったばかりであり、彼らがどのような未来を切り開いていくのか、その行方に注目が集まっている。音楽業界は常に変化しており、 新しいアーティストや楽曲が次々と登場する中で、ナンバーアンダーラインアイのようなグループが成功することは決して容易なことではない。彼らの成功の秘訣は、単に音楽の質だけでなく、ファンとの絆やライブパフォーマンスの力、そして常に新しい挑戦を続ける姿勢にあると言えるだろう。これからもナンバーアンダーラインアイの音楽が多くの人々に愛され続け、彼らの活動がさらに広がっていくことを願ってやまない。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つ個性と才能もグループの魅力を引き立てているユータ神宮寺はその独特の声と感情豊かな歌唱力で多くのファンを魅了している彼の歌声は聴く者の,の心に直接訴えかける力を持ちそのパフォーマンスは常に観客を引き込むユータ騎士はダンスの技術とステージ上での存在感が際立っており彼の動きは観客を魅了する 彼のパフォーマンスは常にエネルギッシュでダイナミックであり、見る者に強い印象を与える。平野翔は作詞作曲の才能と幅広い音楽的な知識を持ち、グループの音楽に新しい風を吹き込んでいる。彼の想像力と独自の視点がナンバーアンダーラインアイの音楽をより豊かで魅力的なものにしている。ナンバーアンダーラインアイの音楽は単なるエンターテインメントではなく、 多くの人々に希望や勇気をを与えるる力を持っている彼らの歌詞には困難に立ち向かう強さや夢を追い求める情熱が込められており聴く者に深い感動を与える彼らの音楽は多くの人々の心に響きそれが彼らの成功の一因となっている彼らの今後の活動にも注目が集まる中でファンはますます彼らの音楽に魅了され続けるだろう ナンバーアンダーラインアイの音楽は、これからも多くの人々に愛され、支持され続けるに違いない。彼らの成功は、音楽の持つ力を再確認させてくれるものであり、その成長と進化に期待が寄せられている。彼らの未来がどのように展開していくのか、その行方を見守り続けたいと思う。ナンバーアンダーラインアイの成功の背景には、彼らの音楽に対する真摯な姿勢と絶え間ない努力がある。 彼らは常に新しい挑戦を求め、自分たちの音楽を進化させ続けているその結果彼らの楽曲はますます多様で洗練されたものとなり多くのリスナーに支持されているナンバーアンダーラインアイの音楽はジャンルを超えた多くの人々に影響を与えておりその影響力は今後も拡大していくだろうまたナンバーアンダーラインアイの成功は音楽業界全体にも大きな影響を与えている 彼らの登場により、多くの若手アーティストが新しい音楽の可能性を模索し、挑戦するようになっている。ナンバー・アンダーライン・アイの成功は、彼ら自身だけでなく、音楽業界全体にとっても大きな意味を持っていると言えるだろう。彼らの音楽が持つ力と可能性を信じ、多くの人々が彼らの活動を応援し続けることが、彼らのさらなる成長と成功につながるだろう。 ナンバーアンダーラインアイの物語は音楽業界における成功の一つの例であり多くのアーティストにとってのインスピレーションとなっている彼らの音楽とパフォーマンスは多くの人々に感動を与えその影響力は今後も広がっていくに違いない彼らの未来がどのように展開していくのかその行方を見守り続ける価値があるだろうナンバーアンダーラインアイの成功物語はまだ始まったばかりであり 彼らがこれからどのような道を歩んでいくのか、期待が高まるばかりだ。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、個々の才能を生かしながらも、チームとしての一体感を大切にしている。ユータ神宮寺の感情豊かな歌声、ユータ騎士のダイナミックなダンス、平野章の創造力あふれる作詞作曲。この三人の個性が絶妙に融合し、ナンバーアンダーラインアイ独自のサウンドとスタイルを生み出している。 彼らはお互いを尊重し合い、支え合うことで、グループとしての強さを増している。また、ナンバーアンダーライン愛の成功はファンとの強い絆にも支えられている。彼らは SNS を活用してファンと積極的にコミュニケーションを図り、ファンの声に耳を傾けている。このような双方向の関係性が、彼らの人気を支える大きな要因となっている。ファンは彼らの音楽だけでなく、 その人柄や姿勢にも共感し、応援し続けている。ナンンバーアンダーアダラインアイの楽曲は、リリースされるたびに話題となり、多くのリスナーにシェアされる。その理由は、彼らの音楽が持つメッセージ性と普遍的なテーマにある。彼らの歌詞は、日常の喜びや悲しみ、夢や希望を描いており、多くの人々の心に響く。特にゴートとブローユアカバーは、 その深いメッセージと力強いメロディーで、多くの人々に感動を与えている。今後、ナンバーアンダーラインアイがどのような音楽を生み出していくのか、非常に楽しみである。彼らは常に新しい挑戦を恐れず、自分たちの音楽を進化させ続けている。次のアルバムでは、さらに多様なサウンドと深いメッセージを届けてくれることだろう。また、国内外でのツアーも計画されており、 彼らの音楽がより多くの人々に届くことを期待している。